させていただきたいなというふうに思います。はい。それでは、えっ、ー、と今回はですね、えっ、ー、と今、えー、話題になっている、えっ、ー、とまあい、まあ今というかあのまあ昨今ずっと話題になってますが、えっ、ー、と ESG の、えー、投資をところのえー、特にいい環境の部分だったり、えー、エネルギーの部分、えー、まあ広くあるんですが、えー、ここに関して、えー。 今回環境エネルギー投資の、えー、皆さんにいろいろぜひ伺っていきたいなというふうに思っております。えー、皆様よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ではですね早速なんですけどもあのぜひ今のこのですね、えー、とまあ、E.S.G. の特にその E の部分、えー、このマーケットがまあ,あの今メディアも含めずっと盛り上がってきてるような印象があるんですけどもまあ,あのメディアが盛り上がる前からもうずっとこの分野領域にあの 足をつけて、あのしっかりご出資、ご支援活動をされてい,いらっしゃると思うんですが、えー、とこのマーケットへの,、まあ、その今、どういう部分をこう投資対象としていらっしゃったりあの、事業機会だと感じていらっしゃるか、よかったら、えー、ぜひちょっとお話しいただきたいなというふうに思っていますあ。ありがとうございます。そ,そうですね、まあ、我々は、まあ、環境エネルギー投資ということは、まあ、非常に、まあ、ベタなあの名前の会社でして、まああの、環境エネルギーというようにずっとこの2016年からあえー 2006年からですね、追って全とやっている、独立、うん、系のベンチャーキャピタルでございます。であの、私としては今、再生可能エネルギー分野というのは、これあのまさにですねあのこれから加速し、より加速していく、えー、非常に大きなあのマーケット、ビジネスチャンスになっているんではないかなというふうには見ています。一つ象徴的なあのニュースとしてはあの、2050年までにカーボンニュートラルを目指していくというふうに国があの昨今せあの、宣言しました。 で足元もっと足元でいけば、2030年までにですね50%弱ぐらいの CO2 の排出を2013年時と比べて減らしていくということを、まあ、目標として今、政府が掲げていますで。これはすごいチャレンジングなことでしてで、これがどれぐらいチャレンジングかと申し上げると、あの再エネかあの買い取り制度というのは2010年初めにですね。 あのフィットというのが導入されたんですけども、ここは非常に経済的インセンティブを持たしたような仕組みになっていて、ここからこの,この直近の10年間というのは、このフィットというおかげで再生可能エネルギーが、電源費がですね10%弱から今20%弱まで、約倍に伸びたっていうのがあるんですけども、この政府がですね今掲げている2050年前カーボンニュートラルを達成するためにはですね、 このえ再,再生可能エネルギー、今の20%をまたさらに倍に40%にしていかなければ、まあ、実現が難しい、ここをです、ねまあ、あのた例えばなんですけども、太陽光の容量、2030年の倍にしていかなければ、この,あのカーボンニュートラルに達成するためにはもう間に合わないと言われているような状況ですごい、これってとてつもないチャレンジングなあのことだと思っております。ただそこに合わせてですね こういったチャレンジングだからこそ、あの事業のです、ね、魅力もあるというふうにも思っておりまして、昨今、ですね土地だとかいろんなところにも、あのすでにあの太陽光だとか再っていうのはですねもう設置をしていて、面がだいぶなくなってきている、まあ、そういう中で、じゃあどういうようにじゃあ今の申し上げたようなあの要領に増やしていくのかって考えた時にですねそこにいろいろとアイディア、うん、ノウハウっていうのが、まあ、知恵が出てくる、ゆえにです、ねまあ、スタートアップ、大企業ではないスタートアップスピードの感を持った。 あのスタートアップというのがまあ入ってくるのか、あのチャンスがあるのかなというふうには思っております。で例えばなんですけども、うん、まあ弊社の場合ですと、まあ、メディオテックさんというまあ会社がございまして、うん、ここはです、ね、あの集合住宅のようなところに太陽光パネルを設置をするということをやってるんですけど、これはむか昔はですねだあの大手の電力会社さんですとか、今は誰もやっていなかったんですね。ここになぜ集合住宅にであの設置できるのか、まあ、ノウハウですとか、そういった知恵があるんですけども。 こういうようなあの。今までに考えていなかった。誰もやらなかったことをまあ、スタートアップさんをはじめですね。やっていくっていうところにまあ、新しいですね。まあ、チャンスが出てくるのではないかなというふうには思っております。うん、ありがとうございます。冒頭にあのまあ政府が高い目標を今掲げているって言うところの話ありましたけども、あの前、まあ、山岸さん、その海外含めまあ、ヨーロッパとかあのでも元々そのこの領域。 いわゆる環境エネルギーの領域でのまあ投資活動等々いろいろされていたあのかと思うんですけどなんかやっぱりあの日本とまあ海外まあ主にヨーロッパなんですかね対比させた時になんかこうまあ日本政府がやっぱ動いた背景にはやっぱり世界的なそういう動きが何かあったのかなと思うんですけどもんかもしその山岸さんのなんか視点景色でなんかあればちょっとその辺を伺いたいなと思うんですけども。 そうですね、おっしゃる通おり、まあ、一つ、海外というところでは、おあのえー、欧米ともにですね、日本よりも再エネという文脈では先行していると思います。あのマーケットもですね、うん あのよりスタートアップなどいろんなところが入ってくれやすく仕組みをですね、あのいち早く導入したりですとか、あるいは補助金をしっかりと出すことによって、ある程度、体力をつあの、まあ、資本で,ですね劣っているスタートアップさんでも、まあ、参加できるような盛り上げ方っていうのをですね、いち早く導入しているのが、あの欧,州企業あの欧州の、まあ、政府間でやっている仕組みとしてあります。で、うん、えっとそういうのを日本はですね、まあ、あのここは、まあ、プラスに捉えてですね、そこでの あのトライアルというものをどうやったら日本でより効率的にできるのかっていうのをですね、しっかりとあの経産省をはじめですね、あとは大手電力会社だとかっていうところとしっかりとそこで議論をした上で、日本版のですね、あの仕組みというのをですね、今、こう作ってきております。で、日本もあのこれからまさに今年からですけども、あの新しい市場というのが、まあ、エネルギーに関してだったらそういう市場というのをですね、あの 海外版から持ち込んだ日本版という形でまあやあの取り組みをしていくだとか、まあ、そういったです、ね、あのタイムマシンではないんですけれどもタイムマシン型のようにあの海外の先行しているところをあの参考にしながら日本もですねしっかりとそこに欧州の,であのスピード感に置いていかれないようにまあやっていくというのが今のちょうどフェーズになってきているかなと思いまなるほどちょっとそのスタートアップ事、まあ、業の話の方に入っていきたいんですけど <laughs> あのやっぱりこの環境領域どうやって稼いでいくのかみたいなのはやっぱりあのその環境領域をやっていない方々からするとやっぱりすごくあの気になるところだと思ってまして、えっと、今その投資されているところそれから今後投資していきたいなと思っているような、えー、ところで、えーまあ、マネタイズもあのちゃんとできるかどうかみたいなものもあの考えながらお考えになりながらご出資活動していく。 行かれるのか行かれないのか、えー、その辺のマネタイズに関する、えー、部分、ちょっとピンポイントなんですけども、えー、ぜひちょっと聞いてみたいなというふうに思,う思ってますで。そうですね、まああのまあ、我々あの冒頭で申し上げました通おり、まあ、独立系のベンチャーキャピタルのフィナンシャルリターンを追求している、まあ、ベンチャーキャピタルではございます。なのであの、必ずリターンというところは意識しながら、 あの投資活動はしているんですけれども、もう一つ、われわれの我々一つ特徴としては、まあ、SDGs というです、ね、あの文脈で、あ,のあと ESG というところも投資というのもそうなんですけど我われわれの独自のです、ね、社内の基準を設けた上で、しっかりとインパクトが出せるのか、フィナンシャルリターンと合わせて、どういう社,あの社会的なインパクトをもたらすのかというのをです、ね、しっかりとあの2つの軸で,です、ね、投資活動というのあ行っているまあベンチャーキャピタルでございます。う でこの時のリターンの考え方としては、確かあのフィナンシャルリターンの追求はもちろんするんですけども、ここの,エネあの環境エネルギーというところは、我々としてはですね環境ですとか、まあ、ESG といくと、儲からないというイメージが先行する方、まだ若干いらっしゃるのかなという肌感覚を持ってますので、わ、うん、の捉え方としては決してそうではもうないんですね。あのというのは、もう儲かるあ,のまあ言葉を選ばずに言うと、も儲かるリターンが出るというふうに捉えていって、あの他の 何て言うんでしょう。あの、ま、いわゆる、ま、テクノロジー、テック系だとか、そういった、ま、すぐリターンがこう、10倍だとかっていうのを目指せるようなところに遜色のない ESG をすれば、必ずリターンが出るというふうには、捉え方はしております。あとはその中で、ま、どういう、ま、細かい話にはなりますけども、ハード系なのか、少しソフトウェア系なのかっていうところで、こう、評価あの軸っていうか、あの、リターンの、 こう算出方法と行ってきますそこはポートフォリオをしっかり組むことは必要だとは思うんですけども、あの今一番この ESG のところで大事になってくるのは、あの正しく捉え、あの時代として儲かっていくんだということを我々としてはいち早くそこに気づいているというまあ自負があってですね、次はどういったところに来るのかというのは我々はこの10 15年、16年ぐらいですね、この領域でずっと見ておりますので、そういったところをですね、しっかりとまあ次の見つけていく、投資をしていく。 SDGs と ESG の,の文脈を見せながらと、まあ、そういうことをまあ考えてはおりますありがとうございます。あの、もうちょっとそこの、えー、と両立しうるところの部分、聞いてみたくあるんですけど、スタートアップが提供するサービスとして、両方ちゃんとこう、ま,あ、まだ意思決定する側、例えばクライアント、企業が意思決定するときには、ちゃんとこれコストカットになるんじゃない、なる,なるんだよねとか、まあ、要はその経済合理性の中で、 意思決定を通常すると思うんですけど、でまだ環境と経済だったら、ちのあの割合が今暗い企業側って、僕のちょっとイメージだとまだまだ経済合理性のがちょっと日本は強い、でその上でなんかこう環境にいいものなんだったらっていう感じがするんですけど、えー、お考えになってるポイントがあればちょっと聞きたいなと思ったあの えっと、必ずこういうパターンになるっていう話ではなくて、まあ、ケースバイケースというのが正直な答えにはなるんですけども、うん、あの、我々として、こう、収集させていただく際には、必ず経営者の方々とですね、あの、どういう、まあ、KPI を持って、まあ、進められているのどういう取り組みをして今後されていくのかっていう中に、では、その KPI の中に、では、定性的、定量的に、あの、我々が、まあ、独自に設けている ESG 投資、SDGs の基準の中に当てはめて、えー、まあ、 あのまあ、モニタリングをさせていただくことができるのかどうかということをですね、まあ、話しております。なので、必ず先に経済性を嫌そうではなくて、環境を重視にした形ではだめとか、そういうことではなくて、ですねその事業モデ,ルモデルに合わせて、必ずまあ対話をさせていただく中で、しっかりとそういった KPI だとか、落とし込める情報をいただけるかどうか、お互い相互理解しながら、そこを協力しながら進めていけるかどうかということをまあ重要視しています。 あの、こう、儲かっていく方が会議的だっていう方が結構いらっしゃるんですけども、世界にまあ目を傾けますと、今、世界の機関投資家の資産運用の3分の1は、もう ESG 投資にまあ回,すあの回っているという,もうファクトがございます。ここはもう一昔とは、2000年初期だとかっていうのクリンテックブームとかがあったんですけども、 ここはですねあの、その時にはなかなかリターンというのがあの相対的には少なくて、ですねそれがゆえに、まあ、私が思うになかなか儲からないというイメージが根強いてしまったのかなと思うんですけど今はそうではない。期間投資が3分の1以上今、運営していて、今後より増えていくというふうにまあ言われていますであの。もう少しちょっとここのついてご説明させていただくと、あの今ですとこう、例えば B 向けの話、目を向けますと、 企業もこう銀行からですね、投融資を受ける際に、しっかりと ESG、SDGs を組まないと、あのあの有利な金利で借りれないだとか、投資してもらえないということが起こっていたりだとか、あの個人、B 向けだけではなくて、C 向けもで,ですね、あの一致し消,あの消費者として、あのこれ日本ではなくて、ちょっとアメリカの話にはなってしまうんですけども、あのまあとあるアプリを落とし込んで、あの簡単にあの自分で インあのアンケートに答えると、まあ、そこにく自分のクレジットカードのですね、情報を紐づけることによって、カーボンをフットプリ自分の CO2 の排出量っていうのが見える化する。で、それによって、どうやって減らせるかっていう代替を提案してくれるっていうのもあったりして、ここら辺がですね、若者層に支持されていたりだとかしていて、こういった、もう、あの、経済的な、まあ金、金融からの外部的な圧力もあるし、あの一消費者として、 新しいニュージェネレ,レーションの人たちではですねあの、アメリカではもうそういったところが支持されてきているといったところを考えますと、しっかりと ESG をちゃんと訴求できる、明確に何を自分たちの企業としてやっていくのか、どういう効果が社会にあるのかという訴求できないと、むしろ企業の価値というのはこうあのー、企業の価値に直結しますし、リターンというところにもそこには響いてくるものだというふうに思っております。いわゆるけ、あのー 通常の会社だと KPI、まあえーまあ、KGI なるものが、まあ、売上だったり、そのまあ、利益、営業利益だったり、まあ、KPI だとそのもう少し、えー、ユーザー数だったり、アクティブ率だったりとかあると思うんですけど、このいわゆる、えー、環境領域における先ほどおっしゃった KPI ってどういうものがあの主にこう代表的なものが出てきたりするんでしょうか。 まあえー、っとそうですね、まあ、いろいろまあ,こうあるんですけど、まああの、ざっくりと申し上げると、ですね SDGs SD に17のゴールがありますと、でこの17のゴールにど、その中のどれのカテゴリーに入って、それがどれぐらいのインパクトその量、例えば分かりやすいこと、CO2 の排出量に換算したときに、どれぐらいあの、まあ、我々が出資させていただいた会社がこう将来的にですね、 あのまあ、一つのエグジットというところをゴールとするならば、そのゴールする間、あの期間の間にどれぐらい CO2 が減らせるのかですとか、あの他にもまあ雇用を例えば産むのかですとか、そういった各領域投資先によってです、ね、この一つ SDGs のまあカテゴリーに当てはめて、その中で、えー、と今申し上げたような数値化をしながら、えー、トータルどれぐらいインパクトあるかというようなことを考えて あの議論していまますすありがとうございます先,先ほども少しその世界の機関投資家の ESG への投資割合が SDGs かへの投資割合がもうあの実は3分の1にまで上っているっていうお話も少しあったと思うんですがあの今後、まあ、日本とそれからグローバルどんな変化があのこの ESG 関連に関してですね、あのお金の流れだったり、数年スパンであのこうなっていくだろうみたいなのがあれば、ぜひちょっと聞いてみたいな。はい、ありがとうございます。あのこんなことを言うと、キャピタリスト失格って言われるかもしれない。ちょっと恐る恐る発言す申し上げるとですね、やはりこう3年後、5年後をこの あのフォワードルッキングする、なかなか困難だなっていうのは、これはもう私の個人的な意見として、やはり想像しなかったことが変化がもう起こってきているっていうのが正直で、なかなかこう、将来こうなるっていうのはちょっと難しいなって、私としてはそこがこう明確に何かあるっていうのは今ないっていう形で、えっと、じゃあどうしてるかっていうと、何が重要になるかと思うと、やっぱり定点観測を続けることがまず一つ重要だなと。 今どういったグローバルで起こっているのか、そして国内では何が起こっているのかっていうのをまず正確に把握しながら定点観測を続けると。そこからわずかな変化に気づけるかどうかっていうのが、やはりビジネスチャンスの次のところにつながっていく話なので、まあ、ちょっと一般、ザク,ザクッ、とした一般論にはなってしまうんですけど、ここにしっかりと定点観測した変化に気づけるかっていうことが大前提として重要かなというふうに思っております。で えとじゃあ、今の市場としてましては、まあ、我あの私どもがです身、ね、を置いている、まあ、スタートアップの世界にも、ですね、まあ、あの確実に変化が現れてきているなというふうに、まあ、見ておりまして、まあ、例えばなんですけれども、今、えー、と2021年去年ですと、だいたい4兆円ぐらいの、4兆円強のですねお金というのが、リスクマネーがあのこうクライメイトテック系のベンチスタートアップに、まあ、投資されたというふうに言われてます。 でこれはあのぜあの2020年と比べると1.6倍ぐらいの金額になっていて、うんあの、もうこの数年、この5、6年は右肩上がりでこの投資金額ってあの増えてきています。で、えー、とその中でもこうユニコーンというのもですね非常にこの,あの2020年、21年にかけて、クライメントテック系と言われるようなところはもう増えてきている、海外では。 っていった中で、あの今後この流れというのは加速していくなと思うんですけども、残念ながらまだ国内でこの動きっていうのは、海外と比べると少ないです。あのえー、クライマットテック系でのユニコーンというのは、残念ながら日本ではまだあの選出されていません、あのまだ出てきていませんし、海外でなかなかこうあクライマットテック系のです、ねあのー、表彰というのもあるんですけどそういうところに選出というのはまだ日本での,の,のスタートアップというのは出てきていない。 まあ、そういった中で、まあ、なので可能性としては今後すごいあると思っております。この日本の,あのスタートアップがです、ね、世界に出ていく可能性というのがすごいこうあ,のあると感じているので、あの繰り返しにはなってしまいます。ここのだから定点観測をして海外との違いは何かというのをちゃんと分かる。その上で変化というのはどういったところにあるのかというのをしっかりと あのおこがましいですけどもスタートアップさんとまあ我々あのようなですね環境エネルギーのとっているところに二三脚をしながら一緒にやっていきたいなというようなことでまあちょっとその事業機会になっているかお答えになっているかわからないんですけれどもまあそういうスタンスでまああの日々投資活動を行っております。ありがとうございます。こう張りたい領域とかあのもしくは世の中今こうあえっと海外の含めトレンドこうなってるとかっていうその情報収集だったりリサーチ ディスカッション、まあ、情報リサーチかなあ、収集かな、なんかその辺ってどうや、どんな感じでされてるんですか、これは会社同士個人とっていう私の、まあ、一個人の見解としてあの聞いていただければと思うんですけれども、えーと、ヨーロッパにですね、1人あの、えー、在住している者がいましてあの、そのものは基本的には、現地での,あの一時情報というのを仕入れて、それを東京オフィスにあるわれわれに共有してディスカッションするっていうスタイルが一つあります。 でもう1つとしては、あの弊社の LP にです、ね、あのロイあの海外の,です、ね、あの投資家様も入っていただいているというのもありますので、そちらで定期的なあの情報交換というのもさせていただいているということもあ,のあります。あとは、ご参考になるかわからないんですけども、結構あのクライメントテックです。イベントって年、ね、に海外だと だいたいもう十何個って有名、まあ、今、すみません、コロナってあれですけども、まあ、そんなに多くないんですね、実はね、有名なイベントでそこに必ず出て、ですねあのトレンドをちゃんと把握しておくっていうことが、まああのまあ、大事かなといって、意識的には私はそういうことを心がけててやってますなるほど、ありがとうございます。